100人前ヨルバンニョン B-Boy です。 B-Boy 続けてみるもんですね。何があるかわからない。皆さんがよくイエスマートとか韓国系のスーパーで冷凍食品とか買うじゃないですか。今日はその製造現場に突入することができると。工場見学です。新大久保でうちらも昔動画で何回か紹介してますけど、茶館食堂が韓国食品市場に売ってますと。工場が実はありまして、そこにお招きいただいたので、リアルな製造現場を P-Boy が潜入して皆様にお届けしようと思います。人間力工場計画。さあ来ました、茶館食堂の食堂の部分です。ここが食堂の部分ね。超いい匂いがしてる。出ますか。もうね、食べたいよね。この匂いだけでご飯いけるよ。マジでいける。うん、まず見てください、この美味しそうな手じゃあタッパルの海が出来上がってるあのグロ注意かな。まあやばグロ注意だし、なんかさ、こんな肉肉しいんだって思わない、ね、食べる状態になると結構水分になるんだ。シュンってしてくるからさ。いきなりお出迎え、こんなリアル。見てください、韓国の大富豪のお風呂大富豪のお風呂、こんなところに入んないこれなんですか。これチキンソース。チキンソース、うわヤンニョムヤンニョムチキンソース、すごいな。このつぶつぶは何ですか。玉ねぎとニンニクと、はい、すごい香ばしいですね。ね、わいい匂いするわ。ヤンニョムチキンの匂いする、うん、なるほどね。美味しそう。あ、白菜、これはキムチか。こっちょり、あ、出た浅漬けのこれになるわけですね。これめちゃくちゃ美味しいですよね。うちらがさ、よく食べてる熟したキムチもさ、もちろん酸っぱさとかあって美味しいけど、このさっぱりとさ、シャキシャキのこっちょり、これ茶館食堂でさ、タッカマリと食べるときめちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しい。俺結構こっちょり好きになったもん、それで。これを作ってんの元が、このこれ、白菜の海。やっぱ工場だから基本海になる。基本は。確かに。冷凍してる冷凍庫の中。開けてみてくださいと。じゃあ失礼します。あー、なるほど。うわ、寒い。え、入っていいんですか。うわ、寒い。すごい。なんだこれ。あ、もう出荷する状態のものがここに冷凍保管されてる。すごい。カムジャタン。カムジャタン、これ気になってるよね。カムジャタンね。俺食べてみたいんだよね。カムジャタンもこうやって市場に出されますと。だ、瞬間冷凍してるからね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ってやると本当に死んじゃうってやつね。だって見てください。見て。あんま味わってない。マイナス20度。ソウルじゃないの。ソウル。これ。どこでもドアです。マジで。瞬間冷凍してるからうまいんじゃないのって話。っていう話。メガネがもうちょっとしばらくはちょっと白でやらせてもらいます。ガチの厨房行ってみる。いいの。調理工程。ああ、すごいいいんですよ。企業秘密とかない。失礼します。うわ、なるほど、やっぱ中華系のカップ料理だから中華鍋だ。めっちゃ美味しそう。何かこれ YouTube で見たやつだ。海鮮だ。すごい。もうアニメみたいなストーリーあんまり現実で見ない。めちゃくちゃいいですわ。大量の海鮮がで、あっさりして粉糖から。あー、美味しそう。これうまそう。でも匂いが立ちたら、うわ、あ、これは白いのはリスク。
牛骨。うわー、出てきてんだ。ちゃんぽんになってきたね。見たことあるよ。おいしい。いいな。すごい、なんか一瞬、今、確かに2分ぐらい。確かに。そんな撮ってないけど。調理時間が一瞬すぎる。すごい早い。うまっ、すっげー匂い、すごい、食べたい、食べたいな。あいやー、イカの入り方エグ。これめちゃくちゃうまそう。うん、やばそう。うまそう、これ声も出るわ。本当にガチでこんだけ料理を間近では初めて見たね。見た。そう、韓国料理マジの作り方マジ作ったやつそのまま出してるわけだ。あ、それはそこでキュッて冷凍して、キュッてソウルで冷凍してるだけだから。ソウルでいやー、きた。おこの音は、うわ、これはあれじゃないですか。うわ、うわ無邪気ですよね。すげー、これ100人前工場クラス。これ50キロ。うわうわうわすげえ、すごいいい香り、豚のいい香りするわ。これ煮込む前はお肉とかが骨についてるで、煮込んでこの中に肉が落ちる。あ、確かにこれだったらね、ご家庭でも再現いただけるので無理だ。どこにでもある寸胴で巨大寸胴で骨50キロあればねなくなんないな、骨が作っても作っても骨が出てきた。骨の宝石ばっかり。100人前ってすごいな100人前ってバカみたいな。冷静に考えると100人前って数字、あの ボケでしか聞いたことない。何こうやってね。なるほど。なんと今日は特別にね、小さな茶館食堂、シルバニアファミリー茶館食堂工場で作ったばっかのものをいただけますと。これはちょっと特権ですな。もうあれだよね、あのちゃんぽんの目の前の席取るよね。取る工場でできたばかりの、すごいね、できたての韓国料理。テンション上がるね。こんな機会なかなかないですからね。これ全国に発送してるんです。沖縄。ここで僕たちが見たやつが全国に届くわけだ。これは東京以外の人たちも増えるからね。そうね。どっちから？いただきます。麺をスープどうする？これはやばい。塗り替えるかもしれない。本当にちゃんぽんして塗り替える。韓国料理酒塗り替える韓国料理マジでマジで硬いんじゃない、このダイヤモンドプレートホクホクのポテトや。あ、今まで見たことないアングルポケモンみたいになってるな
。